私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。影山優よし、日向坂46、5歳からサッカーに親しむ。疲れを感じさせない笑顔で、ベストアーティストに生出演するモネットでは、頼むから寝てくれ。日向坂46は、月と星が踊るミッドナイトを披露。その中には、現在行われているFIFAワールドカップ、W 杯を放送しているアビーマへのスタジオゲストとして出演するなど、多忙を極めている影山の姿もあった。影山は疲れも見せずに笑顔でパフォーマンスを披露した。日向坂46の影山優よし、21が3日放送の日本テレビ冬恒例の音楽番組、ベストアーティスト2022-5700に生出演し、ネットでは心配の声が上がった。これにネットでは、時の人影山優よしさんのパフォーマンスを見れるとか最高やな、ワールドカップ関連番組でフル稼働した後にパフォにも加わる影山優よしさんのタフさよ、さすがに今日は影山優神ないだろうと思ったらいた、普通に歌番組出る影山優よしさん体力とんでもない、影山優かまた生放送をってくさ、ベストヒットにも影ちゃん出てんのすごいな、影山優よしちゃん。頼むから寝てくれ。日向坂46に影山ちゃんいるけど体調大丈夫なんか？影山優、よし過密日程すぎませんか？影山ちゃん出るのか？休んでくれ。といった声が上がった。5歳からサッカーを始め、小学生時代は男子に囲まれサッカーに励んだ。なでしこジャパンを夢見た。サッカー W 杯カタール大会で日本代表のスタメンだけでなく、スペイン戦のスコアを的中させた日向坂46影山優よし。SNS には彼女の名前がトレンド入りするなど大活躍を見せている。今年7月に千葉市内で行われた JFA とディズニーによる女子サッカー新プロジェクト、フォマジカルフィールドインスパイアードバイディズニー発表会では当時をこう解雇していた。どうしてもパワーに負けてしまう、のでインサイドキックの技術を磨いていました。そのイベントでは、ピッチに出てシュート体験も行った。同レだったという澤穂マレ氏から、パスを受けて4発のシュートを放った。一発目はポストに弾かれたが、以降は完璧に捉えてネットを揺らした。沢氏からは、さすが。やっていただけのことはあるね。神手、綺麗。と唱えられ嬉しそうだった。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。